さて、じゃあのどんな症状が出るかという話なんですけれども、あのー、最初はですね、やっぱ7度5分ぐらいの微熱と、喉が痛くて、なんかしんどいですっていうのが多い感じがしますね、最初はね。で、その後ですね、やっぱり熱とだるさ、もう体が鉛のように重いっていうのをよく聞きました。このだるさっていうのがすごく大きな要素かなと思います。 あの藤浪選手がかかってからものすごい有名になったんですけど、あの嗅覚障害と味覚障害ね。これはですね、大体いいコロナで入院した人の 10, 10から20%ぐらいしかないんですよ。だから決してそのコロナに特徴的というわけではないんですよね。だって普通の風邪でも鼻詰まってたら匂いせえへんことありませんね。だからあの、この嗅覚障害、味覚障害っていうのは、あのー 当然それだけで見つかることもあるんですけれども、その過度に恐れる必要はないんじゃないかなというか、そのコロナに特化したものではないよっていうのは思います。で、その何が怖いかというとですね、まああの、熱がめっちゃ出て、こう、しんどいのがずっと長いっていうのはすごい嫌なんですけれども、急速なんですよ、その肺炎に至る過程が。 これが、あの、ほんまに数時間前まで普通に話してたぐらいの人が、数時間後に人工呼吸をつなげないぐらいですね、急速に悪化するってことがあります。この、その、経過の速さっていうところもすごく恐ろしいところですね。これを起こされると、もう、本当に搬送先が探してるうちに、もう全然救えへんような状況になるんですよね。この辺もですね、非常にいやらしいところではあると思います。

結構いろいろ議論が分かれてて、例えば尿中とか便中にもコロナウイルスしているんじゃないかっていうような論文もあるんですよ。ただし、これやっぱウイルス量が全然違うと思います。基本的には上気道のこの辺ですね、鼻とか口とかに感染していくので、圧倒的にこの辺の液っていうところが多いとは思います。汗はじゃあ対象汗はね、ないと思います。うん、ちょっとこれは自信はないんですけれども、むちゃくちゃそのあったとしても、汗から 移るってことはほぼないと思いますね。でもね、目をこすってとか、まあくしゃみした手で何か触ったら、あなんかあのどっかの病院でえっ、ー、と共用のパソコンのキーボードで感染クラスターってありましたよね。これはありますね。あのパソコンクラスターっていうのはめっちゃやっぱあって、それはあのみんな触りますし、うん、あのー。 これは本当に医療現場でもすごく注意を促しております。だからそういうところに触る前にやっぱり出世消毒をしっかりしようねっていうような呼びかけをされるんですけども、1日でも何回も何回も触りますから。えーはい、だからそれはどうしても抜けるときは来るんですよね。それはそのなんていうか確率の問題ですね。みんな気をつけてても絶対その網が出るんで。よくあのー、いろんな人たちがスポーツやってる人たちなんかでも、練習を万全を期してやってますって言いますけども、 お医者さんたち、本当にすごい神経質って思うぐらいやってるんだけども、そういった場でもやっぱりそ抜け落ちてクラスターが発生するってことは、やっぱりあの素人のわれわれのスポーツをやってる人たちっていうのは、それ本当にもっともっと引き締めないと、怖いですよねあのやっぱりですねあの、医者も命相手にしますから、すごいこうバタバタしてるときとか、すごい考えてるときとか、どうしてもまあそのままこう忘れることはやっぱあるんですよね。 人間ですから、やっぱそういうヒューマンエラーってのは起これると思います。だからあの、いや本当にこう前にこう張り出されてたりとか、出資消毒しましたかみたいなのを、もうしつこくしつこく掲こ示して、うん、あの諦めずにみんなに注意喚起するっていうことが大事かなと思いますね。目に映るところにこうしっかりとその注意喚起を促すってことは、すごく有効な手段だと思います。ありがとうございました。 はい。じゃあですね、あの、ちょっとこのリスクとかの検査とかね、そういう話をしていこうと思います。あの、リスクに関してなんですけど、まあ、これはあの重症化して亡くなる人ですね。あのー、大体ですね、その、80%がもう風邪で終わって、20%が重症化して、まあ5、5%があの死に至りますよっていうことを、まあ、お聞きされたことあると思うんですけれども、例えば20以下で、まだ日本で誰も死に出てないんですよね。 子供はかなり重症化製んと言われていますであの。亡くなってく悪いくい合いを見ていると、まあ、65歳以上というのは結構言われているんですけれども、65歳でもまあ3、4%とかなんですよねで。70、80となってくると10%という報告もあります。これは文化会の報告で見ましたけど、例えば80歳代の男性であれば死亡率16%という報告もあるんですよ。あまあ非常にその辺の年齢ですね。やっぱこの高齢者というのはすごく。 怖いところです。で、あの、糖尿とか高血圧とか、あのー、心不全ある人とか、あのー、いっぱいね、持病っていうのも、まあ、いっぱい言われてますよね。持病がある人っていうところで、皆さん情報流れてますけれども、3つ、あの、高齢者と、それから、糖尿病ですね。それと、タバコ。これが一番大きいんじゃないかということは言われてます。高血圧ぐらいやったらね、そんなにリスクにはならないかなと思います。 やっぱり糖尿病の人ってすごい血流が悪くなるので、感染に弱くなるんですよね。これはまずあの、どんな感染症でも、まあ、糖尿病っていうのはあの重症化のリスクはあるんですけれども、特にコロナの場合はそう言われてます。で当然、そのタバコ吸ってると肺がボロボロになりますので、タバコに関してもですね、あの、何の薬を飲んでない人ね、いわゆる持病がないっていう人でもですね、あの、このタバコめちゃめちゃ吸ってる人っていうのはあの重症化して亡くなるリスクっていうのはあるかなと思いますね。 あのあ、その症状のね、ちょっとこれ、大事なこと言い忘れてたんですけれども、あのじゃあ、陽性とこう判断された後の経過ですよね、これどうなるのかっていうところですねあの、えー、一応ね、発症してから8日ぐらいで感染力は明らかに低下するねって言われてます。 だから、例えばそのコロナで陽性になって、じゃあ入院しましたってなってもですね、今はもう症状が軽かったら、発症してから、その10日経ったらもう PCR 検査をせんでも退院可能ってなってます。ただし、なおかつ、症状警戒ですね、全くその、あの、<laughs> 熱が下がって、72時間はあの様子を見てですね、熱がないことを確認してから退院っていうことになります。 だから、無症状であの検体だけ取って陽性になる人は、一応、その検体を取った日から10日間の隔離を持って、もう大丈夫ということになっています。その根拠としては、発症後、8日間で明らかに感染力低下するよねっていうデータが元になっています。でただし、重症化したりした人の場合は別です。ものすごい熱が続いたりとか、もう、 人工呼吸乗っちゃったりとかっていう人に関しては、もっともっとやっぱりその重症化がひどければひどいほど感染力があ,のある期間っていうのが長くなるって言われてます。で、じゃあどうやってその検査をするかっていう話なんですけれども、まあ、あ PCR 検査と、それから抗原検査、これが大きな2つになります。えー、抗体検査っていうのを一時期パらって言われたしたんです。 ですけれどもこれは、あの、以前、かかったことがある、まあ、現在の話ではないので、そのコロナにかかって、その抗体ができたよっていうことになります。でただし、この抗体もですね、その有効な抗体かっていうことが分からへんのですよね。だから、もし抗体を持ってたとしても、これは免罪符で、いやー、俺は飲みに行くぞっていうことはできないわけですよ。はい。だから、抗体検査については、それほども今は全然進められてはないです。で、あの、 えっと、この PCR 検査とね、抗原検査っていうところなんですけれども、えー、PCR 検査っていうのはです、ね、このウイルスに特徴的な遺伝子があるんですね、コロナウイルス。で、それをこう増幅して、それを検出しようという検査で、これが一番正確です。で、あの、鼻腔からですね、もう今、鼻腔でこう自分でこう取ってもらったり、あと、唾液にもいることがもう分かりましたので、唾液を取って検査をするっていうことが今、一番安全じゃないかといわれてます。 この鼻補助ですね、インフルエンザーの検査でよくあれですけども、これ、鼻補助するとね、あの、インフルエンザーの時もそうなんですけど、ハクシャーってされるんですね。そうすると、こう、飛沫がもうばらまかってですね、あの、診察室があの汚染されてしまうので、今はですね、医師会の方からも、唾液による PCR 検査っていうのをすごいあの推奨されております。で、この PCR に関してなんですけれども、あの、3月の時点ではですね、 各病院、二次救急といわれる、いわゆるちょっとこう、中堅クラスの病院に全部送ってもらってたんですよ。保健所に連絡して、保健所が探して、で、その病院に行ってもらってやるというようなことをしておりました。私も全然それでは追いつかへんような検査になってますので、今はですね、かなりその開業医レベルでやっておりますあの。発熱外来というのをですね、 あのーまあ、各クリニックで設けて、例えばその、えー、野心の最後の1時間をその時間に充てるとかですね、えーまあ、そういう今、体制になってますね、少なくとも京都ではね、あのー、多分これは京都だけの取り込みじゃなくて、あのー、もうちょっとここクリニックレベルでやっていこうっていうことは、 あのなってます。もう全国でですね。起きてる中ではないかと思います。あとはその医師会が主催でやってるドライブスルー検査っていうのがあって、あの各地区の医師会にですね。車で行ってもらって、鼻ほじほじかま唾液取るかをしてもらって、ピシャル検査で次の日結果を待つということになります。で、あのまあ、この？ PCR 検査ですね、あのまあ、正確ではあるんですけれども、やっぱり長いんですね次、大体次の日か、まあ、遅かったらその次の日とかになりますので、やっぱり早く知りたいという時はですね、その抗原検査と言われるものになります。でこれはウイルスが持っているタンパク質を検出する検査です。で出た当初ですね、まあ、大体あの、あれは言っちゃったかな、5月春ぐらいやったと思うんですけど、出始めた時は、 いや、これってあんまり正確じゃないよねっていうようなところがあったんですけれども、それからいくつか、あの、会社からいろんなキットが出てですね、かなり正確になってきたんですよ。だからその今、医師会からこう、送られてる検査の中で,で、発症から2日から9日の間の検査については、これ抗原検査だけでいいよねっていうことになってます。 なので、今、あの、抗原検査の場合は、だいたい15分から30分って言われてるんですけれども、あの、インフルエンザの検査と一緒ですね、と一緒で、このウイルス量と関係するんですよ。だから、よりこう、熱バンバン出てる人とかったら、なんか10秒ぐらい出たことありますし、一応それをもって、あの、確定診断として良いので、で、この検査は、あの、 花ほじほじになります。ただし、自分で今、あの、京都の場合はビクーデイってなってますんで、この花にですね、こう入れて、自分で入れてもらうんですね。で、こう入れて、クリクリクリっとして、クリクリクリっとして、で、それを、こう、検体に生きてですね、こうやってポトッと垂らすというような体制をとっております。で、この抗原検査と PCR 検査なんですけれども、一応その、医者が立ち合いでやった場合、両方検体、その場合はですね、全額公費になります。 これはあのコロナっていうのは指定感染症って言われてますんで、要するにやばい感染症なわけですから、これはあの、しっかり検査をした方がいいということで、国の全額公費になってます。で、あの、ただし自費でやってるところも多分東京もかなりあると思うんですけれども、その場合は医師が立ち会えなくていいので、まあ、大企業を送ってくださいと。そういうようなところもあります。あまあ、ただしですね、やっぱこれは郵送とかもですね、あの、 やっっぱちょっと紛れがど多いというかね、その取り方とかですね、その医者からすると、やっぱ不安なんですよね。あのー、やっぱり正確性に欠けるんじゃないかっていうような不安はやっぱり常にありますので、ほんまにこれどうかなっていうときは、しっかりですねあの周りのお医者さんに相談して、まあ、公的な医療機関ですね、そういうオフィシャルなこの組織を巻き込んでしっかり検査する、公費でやるっていう方がいいんじゃないかなということは思っています。 なんか話し合わせことあるかな以上 <laughs> あの、いろいろコロナとはという話をさせていただきました。まあ、コロナ、感染経路、えー、潜伏期間ですね、症状、リスク、それから、えー、診断に、えーまあ、どれぐらい症状あるかですね。で、えー、とそうそう、治療の話とかは、まあ今、あのー、レムデシベルとか、あのー、アビガンとかです、ね、出てますけれども、まあこれはいいかな。まあ あのまあ、一番その感染経路と、ね、症状というところだと思いますし、これはあのはっきりしたそのガイドラインというのは残念ながらできてはないです。あのまあ、日本の場合はアビガンを使われるケースが結構多いんですけれども、まあ、あの重症した人にはレムデシベルも使われていることはあるんですけれども、残念ながら魔法の薬ではないですね。やっぱりその予防をして、でウイルス疾患他のウイルス疾患と一緒に,ように。 自分の免疫でやっつけるってことが全ての基本なので、やっぱりあの、どうしても治療に関しては、まだこの奇跡の一段っていうのはないという認識でいいと思います。